頭の悪い話156回目。パソコン組んだからゲームします。いやー、リングフィットアドベンチャーの話を前回しましたけど、はい、まあ、毎日やるべきものみたいなのあるじゃない、はい、しばらく毎日、はい、テトリス99をめっちゃやってましたよね。やってたんだけど、はい、スーパーマリオブラザーズ35が出てから、はい、そっちに移ったわけでね。で、1ヶ月ちょっとやって、その後視察というか、まあ、旅旅行に出たタイミングで、はいはい、やめちゃったんですよ。はいはいはい、まあ、それはやめざるを得ないというか、うん、飲み会がくっついてきて時間がないからなんですけど、はいはい、スイッチをつけるたびにフレンド登録のナッキーさんのところを見て、うん、あれ意外とマリオやってないっていう時期が確かにありました。それが11月のね10日ぐらいから1ヶ月半やってないかったんですよね、うん、1ヶ月半あだね、うん、それぐらいやってなくて、まあ、しばらくなんかやる気が起きなくて、うん、やる気が起きないというよりはやる時間をわざわざ取ることに後ろめたさがあって、うん、もっと他にやることあるじゃんみたいなゲームへの後ろめたさ、そう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 、はい、みたいなのがあって、はい、まあ、とりあえず他にやらなきゃいけないことが優先的に発生してるんで、はい、じゃあそれはそれでしばらく置いとこうって思ってるんだけど、はい、その裏でなんかこうブラックフライデーとかサイバーマンデーとかなんかそういうので、やべえパソコンパーツ買いてみたいな話になってきて、パソコン組んでしまったわけですよ。はい、はい、でしかもちょっと持ち運べるように小さく組んで、何ですかあれは、びっくりしましたよでスーツケースじゃねえ、あのなんかアタッシュケースみたいな、はい、アルミのケースに入って持ち運べるデスクトップ PC を、いやだからアタッシュケースをっての見て、うん、この中に服とか寝巻きとかいっぱい入ってる中に、うん、なんか MacBook みたいなノートパソコンが入ってるのかなと思ったら、うん、もう全部丸ごと PC で、はい、はい、自作 PC 丸っと入ってます。すごいびっくりしましたよ、はい、でそれでモバイル用のディスプレイと、はい、その本体とキーボードだマウスだって持ってきて、はい、ちゃんとデスクトップ PC の CPU と GPU 積んでるのでエンコードが軽い、はいはい、ということでこれで外でもゲーム実況的なのが簡単にできるぞ、わーいって。ゲーミング PC スペックってことですか。そうそう、ゲーミング PC スペックで組んでるんですよ。これがまたホテルで動かしてみるとうるせえんだけどファンが うなりまくってまあそうですよね、まあまあまあ、はい、まあ、そういうのをやってしまい、はい、組んだからにはまたゲームしないとねっつって昨日だか一昨日からまたやり始めた義務感なんですかいやとりあえず興味ですよ、義務感じゃなくて、はいはいはい、やっときたいねみたいな話です、はいはい、うん、やってるだけの話なんですけど、はい、まあだからいつ復活するかっつったら、まあいつでも復活できるんですよさっきあのゲームの1時間が持ってやるべきことがあるはずだっていう話を聞いたときに、ツイッターの1時間を減らしたってちょっと思ったんですけどそういう言い方しますか確かにそこの欠けている期間、はい、あのツイッターにやってる時間がめっちゃ増えてくるまあでもまあまあ、ゼロサムゲームですから、はい、合計時間一緒ですから、人間1日24時間しかないんだよ。そうですね、寝る時間もありますからね。もうほんとね、あのツイッターを開いてしまうたびに、はい、ガラケーガラケーとか、ガラケーにしましょう、もうツイッターできないようにガラケーにするしかないのかとか思ってんだけど、はい、やっぱりこう何回か前でも言いましたけど、はい、それこそ大統領選の話の時にしましたけど、はいはい、スマホじゃなくたってツイッター開けるんだよ。そうですね、何だって OK なんだよみたいな、はいはい、話があり、だから自分の中では少しずつあの制限をかけているつもりなの、はい、実際何かしら集中してるときってもう何時間も1日半日全然ツイッター見てないんですよ、はいはいはい、それぐらい大丈夫なの、はい、だから暇だって感じる自分がたるんでいるということでいいんじゃないかとゲームやってる時間は暇なんですか。暇じゃないですよ。暇じゃないです。わざわざやるって決めてやってるんだから、わざわざ、うん、今わざわざやってるのがマリオ。わざわざやってる。テトリスはどうですか。テトリスはやるとその分なんかすごいダラダラゲームしまくってる時間が長くなるので、なるほど、どっちもやってもいいんですけど。え、てかマリオってスイッチですよね。そうです。え、組んだゲーミング PC は。え、それをキャプチャーして流すためのあ、なるほど。あ、いや別にその上でスチームで何かゲームしたっていいんですけど、はいはい、まあまだそこまでは行ってない。とりあえず組んでみましたって話なんで。はいはい、いや実際自分が今も使ってるノート PC だと、あのキャプチャーして配信するのにマシンパワー足りねえなって思うことが結構あるんですよ。特に動画こう編集して、はい、あのエンコードするときにポチッとやると、なんで10分の動画が30分かかるんだみたいな状況なので、動画のエンコードって長いっすよね、はい、すごいっすよねあれ。デスクトップ PC のちょっといいやつでやると、はい、10分の動画8分とか6分とか5分とかで終わるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとそれが外でもやりたいって思って、はい、組んでみて、はい、今回持ち歩いてるんですけど、はい、重たくて嫌ださっきも歩いてる最中重い重い思いてて実際持ち歩いたらどれぐらい大変なのかなっていうのを今回は試すために持ち歩いてるんです。あ、そうなんですか、うん、多分次回から持って歩かないです。てか ああいう精密機械をこの頻度で持ち歩くのって怖くないですか、うん、いやでも大丈夫じゃない。大丈夫ですか、うん、まあパ
ソコンのパーツって今時そんなずれないし、はい、うん、なるほど、大丈夫だよ。ナキさんあれやんないですか、あの、うん、あの自分で組んだ PC に、うん、なんかこんなに必要ないだろってぐらいクソでかいファンつけたりとか、うん、水冷だっつってあのポンプボーンっつってつけたりとか、そういうあとめちゃめちゃ光らせたりとかしないですか。あー、ゲーミングゲーミングするやつね、うん、だってそんなんつけたらさ、はい、でっかくなって持ち運べないじゃん。確かにそうですね、そう、持ち運びのために利便性のために、うん、なんか結構下調べの期間が長かったの。え、ゲーミングノートブックじゃダメなんですか。それも考えた、はい、ところが自分あのキーボード US、はい、英語配列派なんですけど、ああ国内のゲーミング PC ってなんかみんな日本語配列なんだよ。あ、そうなんですか。飲んでると思って。意外、いや、そうなんですか、英語配列、うん、が半分ぐらいだと思ってました、うん、全然ノート PC はかなり日本語配列だったんで、まあ、でキーボードがわざわざついてるものにさ外付けキーボード持って歩くの嫌じゃない。そうですね、すごく嫌ですね、うん、ものすごく嫌ですね、それなんで台湾とかアメリカから直接輸入しようかと思ったんだけど、はい、なんかこの COVID-19 騒ぎで、はい、なんかいろいろ難しそう で、うん、でかつなんか国外に発送してくれないメーカー結構あるんですよ、なんかそれもまためんどくさくなってきちゃって。なるほど。いやでもやっぱ動画のエンコード考えたらデスクトップでしょみたいな話をもやもやとしてるうちに、なんか昔からそのゲーミング PC を持ち寄って、はい、でっかい会場でみんなで LAN でつないでやる LAN パーティーっていう、なんですかそれ、催しがあるらしくて。何するんですかそれ。で、要はゲーミング PC を丸ごと持ち込んできて、はい、でインターネット越しだと遅いから、あ、そこを LAN でつないでやるっていう直結そうっていうイベントがあるんですって。でそれのやつを見てると、さすがにそんなでっかい PC 持ち、まあ、強い人たちはみんな車とかででっかい PC 持ち運ぶらしいんだけど、レケなサウンドシステムじゃないですか。そう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 。で、そういう時にために、簡単に持ち運べるようにって言って、はい、小さくゲーミング PC を作るって文化があるんだって。へーっていうのを日本語で探すとあんまり件数ないんだけど、あるにはある、でそれをちょっと参考にしながら、はい、時には外国のブログとか見ながら、はい、で結構アメリカの人たちがその小さいパソコンケースの開発にしのぎ削ってる、はい、でそれをできたものを一回なんかクラウドファンディングとかで売るんだけど、はい、そうすると中国でパチモンが出るわけ。ああ辛い世界だという話で、はい、今回はちゃんとアリババから買いましたけど、はい、ちゃんとなるほど。だって売って元の方がもう売ってないんだもん。なるほど、しのぎを削り合ってるやつを、そっちを買って、はい、でもなんか発注してから出てくるまで船便で来るのかな、1ヶ月以上かかるかなと思ったら2週間ぐらい届いて早かったですね。発送元見たらシンガポールでした。へえ。であっちからのクオリティで段ボール箱もベコベコになりながら、いやあれすごいっすよね。何なんでしょうね。まあでもこれがまた醍醐味だよねと思いながら、そうですね、それで組みましたよ、はい。だって今そのケース はい、リットル表記するのよ、はい、このケースは何リットル分だみたいな話で、で今回組んだ7リットル、はい、すげえ小さい、はいはいはい、いやすげえ、でも7リットルって結構あるけどね、大きいですね。普通のパソコン20何リットルとかあるので、ミドルタワーとかだと随分小さいのができたなと思いながら、もうこのなんていうか誰にも理解されない自慢げな気持ちを今ね、10キロぐらいのスーツケースじゃねえ、アタッシュケースで持ち運んでんだよ。楽しいだろ。近隣の料理人の、うん、方がPC 作るの大好きな方で、もう何もやんないんですよね、うん、とにかくベンチマークでいかに最高点が取れるかっていうことをいつも話してて、めちゃくちゃ楽しそうなんで、これはいい趣味だなって思って聞いてましたけど、あ、そういうしのぎの削り合いがあるんだなって思って。あるんでしょうね。そのベンチマークだけ取るために、はい、パソコンを組む人たちをよく分かるので、はい、なんとも申し上げられませんが、はい、本当意味ねえよな。でも楽しいんでしょうね。楽しいよ。でも要は車、うん、スポーツカー買って、うん、これ最高何百キロ出るんだぜっていうのを公道で走らせられないのと一緒ですよね。あ、そんな感じね、はい、うん、しかも走る気もないし ねレーシングコースに行く気もないっていう、うん、でも最高っていう、まあ、その気持ちすげえ分かりますけど、なんだ、仕事に使おうと思ってパソコン組んで使い始めると、うん、結局ソフトウェアの入れ替えとかがめんどくさくなってくるので、うんうんうん、1回組んだパソコンをもう10年近く使い倒したんですよ、まあ、大体5年ぐらいで入れ替えるかな、はいはい、でもそれで軽い仕事だと足りちゃうのね、はいはい、でも一方最新スペックを追いかける方は、はい、いくら追いかけても足りないわけじゃないですか。ですね、いつまででもいじってられるわけ、はい、だからそういう風になってくると OS のインストールとかも全然苦じゃないわけで。喜びですね。喜びで毎回毎回入れるものとかね、まとめて USB メモリとかにこう作っちゃったりとかして、はい、入れた後これを挿してこうポンってやると一発で終わるんだぜみたいな、え、それ世の中の何に役に立つのみたいな話に対して、はい、自分がこんなに効率化して追い求めてるっていう、この喜びを
誰に伝えたらいいんだろうみたいな。ナッキーさんのあの USB をコピーしまくってるあのツイート、うん、ピカピカ光ってる USB 見てるツイート好きですよみたいな、はいはい、あれもね、あの USB メモリーが8本刺さるぞっつってフロントにバババって刺して一気にやってみたら楽しかったっていう超ひかつかったっていうああいうの見るの好きです。でそれ誰の何のための役に立ってるの。楽しいからいいんだよ。いいんですよ楽しければ。私ぐらいになるとやる気